もう最低限のあれですか、あれですもんね、もう最低限いうか、まあ、軽の中にね、入れて、これより増やしちゃうと、今度はあの2台で行かないと、ああ、それだったらトラックっていうか、そうそう、バンみたいなね、まあ、いろんなところ、この、まあ、4種類か、まあ、もう少し増やして1種類ぐらいが、ああ、それなんか値段が、林島、まあ、ここの林島観光が、まあ、僕があの、キッチンカー始めて初めてこうあのうちで出店してもらってもいいですかって言ってくれたところがもう林島観光センターさんで、で本当はまあちょっと一応の、まあ、400円の他のところではこう販売してるんですけど、
まあ、初めに誘っていただいたっていうのもあって、まあ、ここだけはもう350円、まあ、子供も多いですし。イチゴの自販機ってことですか？卵の自販機とかあるじゃないですか。あ、はいはい、あれのイチゴ。あ、なるほど。家で作るのと、またあの外で作るのと、気温の変化とかで違ったり、かまあ、風とかその湿気とか、そういったので違ってくるので、うん、たくさん作るときはもうちょっと大きいフライパンにして。なるほど、そのイベントとか。そうですね、であと砂糖の量も変わってくるし。いちご飴だけの時もありますよね。やっぱりね、ミニトマトとか台湾とかでは有名だけど、たくさんあの果物として食べられてるけど、日本はやっぱりいちごの方が強いから。
ありがとうございます。すごいおしゃれな。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。あの場所なんかその日によって全然。そうですね。あれですよね、出店されてる場所が違う。はい、3月はあの、まあ、水島とかと倉敷でもハッピーズさんとか、あとまあここのあの観光センターは、3月はもう1回だけなんです。はい。でまあアウトレットはもうあの一番目だけ。という形で、あと北永瀬のあの方に19、20の北永瀬ストレスのイベントと、あとここは26、27はあのキッチンカー大集合、たくさんキッチンカー来るので、はい、その中に僕たちもいますので、よかったらぜひお願いします、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。難しいですね。でも味が濃いっていうか、なんかその岡山人好みに近いような、なんか味は結構お米が美味しい、美味しくいただける、うん、ちょっとビールが欲しいかな。ビールが